えー、それではではすね、えー、ちょうど、えーまあ、進行の時間、その通りなんですけれども、あのまあ、続けてになりますが、えー、ディスカッションのパートに移りたいと思います。 えー、ディスカッションでは、えー、今回の研究会のテーマでありますところの DH プラットフォーム、えー、NIF ブリッジの研究活用の可能性ということで、えーま、前半の話ではあの最後のところにもありましたようなあの、ま、API のところなどにフォーカスしつつ、えー、話をしてきましたけれども、えーま、この NIF ブリッジあの全体 も含めてですね、えー、今後のあの研究への活用の可能性についてお話をしていきたいと思っております。えー、ではまず最初にですね、えー、ここからあのこれまでお話しくださった3名はあのまあ機構の中で、えー、こういったこのリーの取り組みに関してはまあ選のあの方々でありまして、えー、ここからですねあの2名、えー、まあすでにお二人ともあの研究歴の ある方々ですけれども、あの基本の中ではあのマ、まあ、ニューフェイスということで、えー、加わっていただきまして、あのディスカッションを進めていきます。でお一人目まずあの宮川総さんに、えーえー、前半のお話をですねまとめていただきつつ、あのディスカッションへの、えー、話題提供をいただこうと思います。それではよろしくお願いいたします。 どうも皆さん、こんにちは。聞こえておりますでしょうか大丈夫ですかありがとうございます。えっと、国立国語研究所、そしてあの人間文化研究機構 DH 部会の宮川颯と申します。僕の方、私の方からは、あの、初発表の、えっと、先生方の、えっと、3つの発表のまとめと、あと、大提供させてい,くいただこうと思います。 えっと、自己紹介なんですけれども、まあちょっとここはそんなに重要ではなく、まだ心理、まだ、新入り、新入りで、えー、大したことではないので、えー、ちょっと飛ばしながら行こうと思いますが、あの、まあ4月に、えー、今年4月にですね、あの、国立国語研究所のティニアトラック除去に、あの、着任いたしました。なので、えっ、ー、と、ニフインとそしてニフブリッジに関しては、まだ、えっ、ー、と、まあ実際に、こう、なんていうか、内部に入って、まあ、作業するっていうのは、 本当に6ヶ月ぐらいしか、まだ、えっ、ー、と、なんというか、6ヶ月しかまだ、えっ、ー、と、まあ、仕事をしていないという、まあ、そういったものでございます。えっ、ー、と、専門はですね、デジタルヒューマニティスと、えー、言語資源学、コーパス言語学、文化遺産学で、あと、まあ、デジタルヒューマニティス関係で、えっ、ー、と、情報処理学会の山下記念研究承知いただいたりとかいたしました。えっ、ー、と、もともとの、えっ、ー、と、分野は、あの、 まあ、ゲッティンゲン大学エジプト学コプト学講座で、えっと、コンピューターを用いたコプ,ト学コプト語の文献のデジタル化とコーパス言語学的分析をしていて、まあ、それで博士号をいただきました。で、現在は国語圏で消滅危機にある日本の諸言語、諸方言のデジタルアーカイビングに従事しており、まあ、TI などですね、あの右,右にあの人文学のためのテキストデータ構築入門、TI ガイドラインに準拠した取り組みに向けてというあの、今年のデジタルアーカイブ学会の第4回学会賞をいただいた。 あの本がありますけれども、人文情報学研究所の監修のもと、えっ、ー、と、まあ、僕も、あの、まあ、6人いる、あの、えー、編著者のうちの1人で、えー、まあ、あの、こういった TI を、まあ、日本でひ、まあひら、広げるお,お手伝いをできたらと、ちょっと思っているのですが、まあ、こういった TI とか、まあ、トリプル F とか、えっ、ー、と、あとはダブルインコアとか、えっ、ー、と、ま、ユニバーサルディペンデンシスとか、そういった世界標準の、えっ、ー、と、形式を使いながら、あの、デジタル まあ人文資料ですね、人文資料のデジタル化を、えー、やっていこうと,、えー、と考えているものです、えーと。で、ちょっと小発表のまとめをしていきたいのですが、えー、とまず趣旨説明が北岡さんの方からありました。DH プラットフォームニフブリッジの研究活用の可能性ということで、まあ、1点目としてシステムとしてのニフブリッジがどのような方向に向かうべきか。 向かいうるか2点目として気候の中と外の研究や研究資源、えーと、研究成果をどのように結びつけられるか。3番目はニフブリッジが、えー、人文学研究や DH において戦略的にどのような立ち位置、役割を担いうるかという点を、えーまあ、最に冒頭に述べていただいて、まあ、その後の,、えーのえー、と発表、そしてこの議論につな、えー、げていただいたという感じです。 で、その後、後藤さんから、えっと、ニフブリッジのコンセプトの発表がございました。えっと、まあ、ニフブリッジは人間だけでなく、機械がアクセスを可能にするシステムとしても意識して作られているということで、ニフブリッジで何ができるかということや、あの、歴史ですね、2005年度のニフ IRS からの、そしてニフイント、そしてそ,そこからのニフブリッジにつながる歴史を紹介していただき、ニフブリッジが中間点ハブとしてあると。 まあ、奇襲観点ハブとして、まあ、橋渡し、橋渡し的役割を持っていると、まあ、そういったことを、えっ、ー、と、ご説明いただきました。次の関野さんの、えー、ご発表では、ニフブリッジのシステムですね。あの、ニフブリッジを使うための API。 アプリケーションプログラミングインターフェースですね。と、メタデータの基礎知識を解説していただきました。API は最近は、そのまあ、ウェブ開発においてフロントエンド、あのユーザーがブラウザで見る側と、あとバックエンドですねサ、サーバーなどですね、サーバーなどで、えー、と実際にデータベースを参照したりする、まあ、そのバックエンドをつなぐ橋渡し役として API がよく活用されています。でその API、 について、そしてこの NIF ブリッジが提供する API によるメタデータですね、NIF ブリッジのデータベースにはメタデータがございますが、その基礎知識をご紹介いただき、えー、説明いただきました。NIF ブリッジのウェブアプリ UI の方も API を利用していますで。統合検索機能と蓄積サーバー機能があり、まあ、それぞれの機能についてご説明いただきました。 で最後に鈴木さんの方から WebBridge API の利用事例をご紹介いただきました。AP API を Google コラボラトリー上で Python プログラムを使って活用した 例ですね。例をいくつかご紹介していただいて、えー、まあ、その API には、あの、メタデータ検索 API、メタデータ取得 API などがありますが、まあ、特にその中でも、正規表現による文字列検索、時間検索、空間検索について、あの、実際にコードを見せていた、あの、コード見せていただきながら、えっ、ー、と、 まあ、実,実用実、実際に使った例を、えー、と紹介していただいたということで、の API の使用方法の概略が書かれた、えー、とテキストも、えーまああの、このために作っていただいて、まあ、あのかなり勉強にな,りなった次第です。えー、とであの、宮川の所管と議題に入ります。えーとえー、と僭越ながら所管、えー、を述べさせていただきますと、ニフブリッジは、 ま非常にたくさんの資源がありますで。ものすごく多様な資源がございまして、まあ、例えば、ここにえーと6機関のデータベースリンクで、ニフブリッジにえーチに使われているデータベースがの一覧がありますが、まあ、ご覧のとおりも,ものすごいデータベースがあって、中にはですね、遺跡のデータベース、文献とか図面とかですね、 えっと、エリーリー、現地物語、えー、歴史資料、国語圏からは、方言文法、全国地図とかですね、あ、えー、の、方言地図、えー、や、えー、っと、地球圏は、まあ、映像資料もあるし、えっと、西文圏も、本当に様々な、えー、っと、データベースが入っていて、そして民泊の方でも、えー、映像、資料、目録、ビデオで、で テイク、えーと、音楽系の映像など映像資料も充実しており、えーじまあ、全体の、えー、データベースでもいろんな資料があって、まあ、地図、まあ、もちろん文献の画像、えー、と地図、えー、と音声映像、まあ、そしてあとは、まあえー、と所蔵資料の、えー、メタデータのさ、ね、まざ、あ、まなデー,タがデータベースがここに登録されています、えーと まあ非常に多様性があるわけなのですが、まあ、あのなかなか多様性があるので,です、ね、あの実際に検索し,たしようとした時になかなかそのあの自分が考えていた資料にたどり着けないということがあると思います。例えば、まあ、これも検索の、まあ、同義語をどうするかとかそういう問題もあるとは思うんですけれども。 えっと、ま、ああの、世論の、ま、あ僕、ちょっと世論党の言語を勉強しているものなんですけども、世論言語でやったらゼ0件ですね。世論、えー、っと、世論言葉ってやっても、さっきやったときは0件でした。あ、ごめんなさい、アンドです。すいません、そうかそうか。世論アンドです。すみません。アンドの,の大文字で。あ<ー>、あ大文字です。ですあ、そっかそっか、ごめんなさい。<laughs> えっと、あ、それやったら意見いけんのか、すれ、あ、それ、それ。 でこれをそうですね、アンドでやらないといけないということで、えっとあの、こうすればいろんな資料が出てくるんですけれども、えっと、あの最初の,あの、まあ、このホームページからはなんかどうあの検索すればいいのかというのがどこにも載ってなくて。 あのまあ、非常に <laughs> 分かりにくいというのが、ちょっと最初の,あの使っていた書,書簡ですね。で、えっと、えっと何でし、あとそうですね、えっと、あとその音声とかですね、画像とか地図とか、まあ、それを指定するのもなかなか難しく、まあ、音声はおそらくないですけども、地図とかですね、方言地図の時とか、えっと、地図ってやってもなかなか地図が出てこないとかですね。 えーまあ、ここに地図がちょっと出てきますけど、なんか全然違う。チェコスロバキア政治史とか、需要論文の世論が入ってるとかですね。まあ、いろんな、まあ、まあ、ここら辺はちょっと、えっと、携帯層分析すれば、解析すれば、まあ、レンマタイゼーションすれば、まあ、なんとか世論だけ取り出すっていうことができたりするんですけれども、えっと、まあ、一応、シンプルな検索はできるんですけれども、えっと、まあ、非常に、なんというか、あの、実際に、 まあ、こういった多様なデータの中で自分が、自分、自分の、あの、まあ、自分が、えっ、ー、と、調べたいデータが本当に簡単に手に入るかと言,う言われると、ちょっとこのままでは厳しいかなとは、ちょっと思っていて、あの、まあ、あの、この、この後、ちょっとニフブリッジはどのようにやっていくのかっていうことで、まあ、 その初心者のあの観点からはやはりあの解説ですね。あの使い方し統合検索の解説の使い方をやりやすくしていただきたいのと、あとやっぱり狙った資料がどのようにすればまあ簡単にいくかもっと直感的にできるようなインターフェースというか検索の仕組みを入れていただきたいなっていうのが一つあります。えっと、で、それでですね。えっと、まあ、あと、まあ、あの、えっと、 北岡さんの、えっと、まあ、趣旨説明のところで、えっと、GH 人口をこのニフブリッジで増やしていきたいということがおっしゃっておられましたけれども、あの、実際にどのように GH 人口を増やしていくか。ま,あ、まず、そのニフブリッジがどのように活用できるのかということが非常に重要になってくると思いますけれども、えっと、そのニフブリッジの使い方の研究会とかセミナーとか、まあ、そういったものを開くことが重要であるとは僕は思いますが、えっと、 実際にこれからどのようにしていくかというのをお聞きしたいです。まあ、そして、えっとまあ、オープンデータの5段階というのがあるんですけれども、まあ、今回の API によって NIF ブリッジは LOD、えーまあ、一番リンクと RDF ですねあの、まあ、機械判読のしやすさでオープンデータをランク付けしていて、一番下が PDF で、まあえー、だんだん上がっていくんですが、まあ、今 NIF ブリッジのメタデータはどの段階にあるのかとか、NIF ブリッジにある と連携しているデータっていうのはどの段階にあるのか。まあ、そこについてもちょっとお聞きしたいです。あと、ユーザビリティ。えー、ま、一応シンプルにはなったんですけれども、あの、ニフイントからシンプルになったんですけど、実際に使用感は向上したのか。えっ、ー、と、API を用いて新しいものを作る人たちは実際に出てきているのかどうか。あと、Google コラブや日本学術振興館、JDK と分析ツール。 あの今回鈴木先生がグ g l e コラボの例を出してくださいましたけれども、えーとまあ、そこと連携して、まあどうまあ、なんというか、まあ、どんどん応用していったら、まあ、非常にいろんなことができると思いますけれども、まあ、そういった連携も、まあ、あのガイドブックとか方法論を方法論の紹介も含めいろいろとまあセミナーとかをしてこう広めていく必要があるんじゃないか。 ということですね。まあ、ドキュメンテーションの問題にも入っていますが、まあ、そういったことをこれからどうしていくかっていうのをお聞きしていきたいです。まあ、他に Japan Search ですね。Japan Search などとの連携。まあ、ニフイントの時は Japan Search と連携していて、えっと、えっと、ニフイントにあるデータ、メタデータを ま、データを、あの、ジャパンサーチから検索することはできていましたが、えっと、ニフブリッジになって、その連携はこれからどのようになっていくのか、ま、もっと強化していって、えっと、ま、ま、えっと、画像、トリプル IF 画像などがあったらそこに表示されていくのかとか、いろいろ音声とか動画とかどうするのかとか、いろいろ聞きたいことがたくさんあるんですが、ま、そういったことも教えていただけたらなと思います。ま、最後にですね、あの、ニフブリッジは、ま、今回、あの、ポータル、お父先生のとき、あの、 発表ではポータル、北岡さんの最初の説明では確かプラットフォームという言い方があったと思いますけれども、ニフブリッジの立ち位置はどういったところになっていくのか、ポータル、もしくはプラットフォーム、もしくはもっと大きなもので言うとヨーロッパのダリアみたいな感じで、ダリアとかクラリンとかデジタルインフラストラクチャーというものがありますけれども、どういったものを目指しているのか、そこら辺をちょっと聞いて。 まあ、おき、皆さんにお聞きしたいと思います。あの、宮川からは以上です。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、それでは。えっ、ー、と。国文学研究資料館、木口信彦さんからも。えっ、ー、と、ご自身の研究との関係ですとか。の観点から、あの、このニューブリッジに対して、あの。コメントをといただければと思います。お願いします。 はいあ、すいません。えっ、ー、と、えー、国文学研究資料館の菊池です。えー、今日のあの立場は、皆さんと同じ機構の、えー、DH 部会の会員ということで、えっ、ー、と、コメントというか、させていただきます。えっ、ー、と、今日のお話を伺っていてですね、もう、しゃべることが私、なくなってきたよなっていうのを、こう、思ってたので、あのー、ちょっとその、 リフグリッジそのものに対するまあ意見とかコメントとかはもうあの宮川さんがおっしゃっていただいた通りなのでちょっとその今後を見据えた感じのまあふわふわっとしたものについてあのコメントさせていただければなと思います。で、えー、と今日の,あの趣旨説明北岡さんからのて、えー、趣旨説明からもありましたけれども研究の利用に役立てたいということ。 まあ、DH の人口を増やしたいということが、まあ、あのこれからの目指すべきところなんですけれどもでその際ですねその研究利用の研究っていうのは何を指しているのかなっていうのを、まあ、あの改めて考えた方がいいのかなというのを今日伺いながら思ってました。でというのもですねあのこの手のさまざまなデータを使えるようにするとかっていう話みんなが使えるものをって考えると 結局はそのみんながそれぞれちょっとずつ我慢しながら使うっていうことに陥る。ので、あの、結局誰にとってもなんか足らないなっていう感想に至ることもあると思うんですよね。でえっ、ー、と、まあ、実際あの、私はスペイン市の研究者でもありますので、スペインのデータなんかを使ってると、やっぱりなんかちょっと物足りないなというのは、あの、感じるところではあります。なので、えっ、ー、と、特定の領域、 であれば、ここしかないな、ここを使えばもう足りるよなっていうところまで磨き上げるっていうことも一つ方向性としては考えられるんじゃないかなというのがまず1点です。一方であの、まあ、矛盾するようなことも言うんですけれども、えーとまあ、いろんなそのデータの連携先を考えることも NIF ブリッジの役目としてはあの まあ見据えていく必要があると思うんですがその際ですねあのデータを連携させる人間として考えるべきは、えー、と日本文化っていうものをなんとなく大前提に考えてないかでそれはあの日本国内にある日本のデータだけとか、えー、皆さんが考えるなんとなく頭の中でモヤモヤっとしている文化資料っていうものを大前提にしていないかっていうのも やっぱり問い直しをが必要になってくると思います。それはなぜかというと、人文学のさまざまな、その私は歴史ですけれども、におけるその研究の変化、潮流の変化っていうものを、えー、と反映した形でデータの基盤を作るということも、一方では求められるからだと思います。で、あと3つ目はですね、あのまあ、そうは言いつつも、その、 今回の,の API で、えーまあ、データどうぞ利用してください、ね。こうすればできますよということをさらに推し進めていく必要があるというのは、やっぱりあの今日のお話を聞いていても人文学のプロパンの人には難しい面があると思います。なので DH の方法の民主化はどうしても考えていく必要がある。で、その際ですね、この 一般的にこういう形で使えますよっていうだけではなくて、特定の問題意識、問題設定の中で、こうすればあなたの求める資料、情報はこうやって導き出すことができて、で次にこうやって分析することができますよっていう、そのあたかもレシピのようにあの、まあ、情報を開示して、共有していくことも。えー 考えていかなければならないかなと思っています。そうしないと、その DH の人口の裾野っていうのはなかなか広まらないだろうなっていうのがやはり人文系の研究者の実感として考えるところではあります。あの漠然としてます。が以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。